和歌山県立海南高等学校体制校舎は、和歌山県海藻群君野町に所在する公立の高等学校。旧称は和歌山県立体制高等学校で、校名は大機番生に由来している。1994年の野上、電気鉄道配線による海南市西部方面からの志願者減少、少子化により入学者の減少や学校の統廃合が進む中、 教育委員会の県立高校再編整備計画案によって、海南市の和歌山県立海南高等学校との統合計画が2004年に発表された。大成高校を存続させる会や、大成高校育育会による大成高校の存続の訴えにより、2007年7月2日の和歌山県教育委員会臨時会にて、2008年度に海南高校と対等を合併し、 体制校舎とすることが決定した。第54回大会と第59回大会の2度、選抜高等学校野球大会に出場している。第59回大会にはわずか10名の部員で出場している。これはいずれも、準優勝校である第46回選抜大会の池田高校、第49回選抜大会の中村高校よりも少ない部員数である。 この大会では、決勝戦後の閉会式において、大会会長の閉会の挨拶でも、そのことが触れられたが、会長が公明の読み方がわからず、進行が止まってしまったというエピソードがある。2014年には、海南高校が第86回選抜大会に出場したが、出場回数は大成高校の2回を含み、 出場感覚は、大成高校2回目の出場となった第59回大会以来とされている。また、同大会出場時のベンチ入りメンバーには、大成校舎で学ぶ生徒も含まれている。ありがとうございます。